これが聖域に一番近い忘却の島でちか。ずいぶんちっこい島でちね。早いとこ聖域の扉開こう。間に合うかもしれない。じゃあやってみるね。さあ精霊のみんな、力を貸して。いよいよじゃな。わしの力のすべてお前さんに託すぞよ。頑張るだす。よし、やるぜやるぜやるぜ。うりゃー、うちの根性見せたるわ。行くで。我が闇の力、すべてここに集結す。ジッス、俺も頑張るっす。さあ、私たちで最後、もう一息で扉が出現しそうよ。すいません、こんな私でどれだけお力になれるか分かりませんが、できる限りのことをやってみます。だったのに。頑張れ、もう一回。みんなありがとう。予想以上にマナが減少しているの。なかなか広がってくれなくて。もう一回だけやってみるね。マナの女神様、私たちに力をお貸しください。
自然に開いちゃったの。きっと各地のマナストーンが全てエネルギーを放出させられているんだわ。マナストーンのエネルギーが私や精霊たちの力と重なったせいで、あんなに巨大化して空中に上がってしまった。これじゃ地上からは入れないよ。もうなんてこったい、そんなの嫌でち。なにあれ、気をつけて。魔法をかけただけでは起動しなかったマナストーンが、お前たちのおかげでエネルギーの放出を始めてくれたよ。これで我がアルテナが誇る空中魔導要塞ギガンテスで聖域へと進行開始できるようになった。お礼に私からのプレゼントだ。とっと来たまえ。獣人王並びに獣人の皆さん、ついにマナの聖域への扉が開かれましたぞ。今こそマナの剣を手に人間たちに復讐し、獣人の獣人による獣人のための世界国家を打ち立てようではありませんか。よろしゅうございますね、獣人王様。くだらん、好きにしろ。ははそれでは、さあ獣人兵の皆さん、いざ出陣でございますよ。ジャガンの伯爵、どうした。ついに聖域への扉が開かれた。準備はできてるだろうな。誰に向かって言っておる。当たり前だ。お前こそ随分遅かったじゃないか。それで黒の貴公子様のご様子は。聖域への扉を開くため闇のマナストーンを魔界から現世に出現させるのに力を使い切って亡くなられた。そうか。では黒の貴公子様のお考え通りに進んでいるわけだな。聖域への扉に入るための船は用意した。早速出発だ。あとは我々が予定通りマナの剣を入手し、黒の貴公子様を復活させ現世を魔界に変えるのだ。失敗すれば黒の貴公子様は戻らぬぞ。
して。皆さん大丈夫ですか？すぐに後を追いかけないと大変です。でもオイラたち空飛べない。聖域への扉、空の上。待って、確かこの世界で一番高い山の上にはマナの女神様が使わされた翼あるものの父と呼ばれる山と空の守護精霊がいたはずよ。一番高いお山でちか。おじいちゃんが昔教えてくれたローラントの天の頂ってところが世界一だったと思うでち。行ってみようよ。引くぞ。まさか。さて、逃げるが勝ち。俺一人で十分だ。道を切り開いてやるぜ。逃げるが勝ち。父に会いに行かれるんですか？そうですか。事情は分かりました。今秘密の通路をお開けいたします。ただ翼ある者の父はこのローラント山の守護神
我々アマゾネスにしか心を許さないと言います。くれぐれもお気をつけください。
ち喜んでないで酒を急ぐぞ。俺一人で十分だ。切り開いてやるぜ。逃げよデッチ。上空の聖域の扉を通って聖域に向かって剣、奪われたら大変。ヒース助けるのにマナの剣が必要でち。急ぐでち。マナの剣はシャルロットのものでちよ。Yeah!
急いで倒して。喜んでないで、先を急ぐぞ。
みんなで助かるの。この辺の敵は全滅させたようだな。ダメ、心を落ち着けて、剣と対話するのよ。
私はマナの女神の幻影、聖剣の勇者シャルロットよ。マナの女神様、フェアリーさんはどこ行ったですか？フェアリーは邪悪な者の手によってさらわれてしまいました。え？どうかフェアリーを助け出してください。マナが失われ、マナの木は間もなく枯れ果ててしまいます。私もそれと同時に消える定め。もう私にはどうすることもできません。最後にあなた方にこれを授けましょう。聖剣の勇者たち、あなた方にマナの加護があらんことを。あ、待って！魔導士が、やい黒曜の騎士、一体何があったんだ？デュランよ、我々の負けだ。敵はすでに我らの本拠地ドラゴンズホールに乗り込み、我らの主竜帝様を暗殺した。もはや戦う理由もなくなった。グレンの魔導士もまるで赤子の手をひねるように敵の前に敗れ去ったのだ。私も間もなく消滅する。私は一度死んだ人間、竜帝様の魔力によって動いていたのだ。なんだって？敵ってのは一体誰なんだ？誰がフェアリーをさらい、グレンの魔導士を倒したんだ？教えてくれ。さらばだ、デュラン。私はお前。待ってくれ、わかんねえよ。俺の何だって？敵は誰なんだよ！くっそ、消えちまったか。なんでこった。グレンの魔導士は俺が倒すと決めていたのに、俺は目標を失っちまった。いや、待てよ。グレンの魔導士を倒した野郎を俺が倒せば、グレンの魔導士より強いことになる。こうなりゃ相手が誰だって構うもんか。俺は行くぜ。フェアリーも助けなきゃな。へっ、注意。
何もかも終わってしまった。もはや黒の貴公子様は二度と帰らぬ。我らの主黒の貴公子様は聖域への扉を開くため魔界にあった闇のマナストーンを古代呪法により命と引き換えにして現世と召喚したのだ。その後お前の持っているそのマナの剣で復活され、世界全体を魔界に変えるはずだったのだ。だが我らの前に思わぬ敵が現れた。そいつは復活を待たれていた黒の貴公子様の遺体を消去し、魂を永遠の闇へと封じ込めてしまったのだ。もはやマナの剣でもどうにもならぬ。私たちの乾杯だ。そこの邪眼の伯爵は自分たちだけででもマナの剣を手に入れて世界を魔界に変えようと考えていたようだが、私は黒の貴公子様のいない世界など考えられない。負け犬がいつまでも無様に抗って黒の貴公子様の死を汚すことは私が許さない。だからこの手で邪眼の伯爵を殺したのさ。これから私も黒の貴公子様の後を追う。さらばだ。黒の貴公子様は私の全てだった。なあお嬢ちゃん、私の言った通りだったでしょ。彼はもうヒースではありません。落ちた聖者と呼ばれておるのですよ。サルロット、フェアリーを助けたかったらマナの剣を持ってビーストキングダムの城まで来たまえ。上出来ですよ落ちた聖者君。では私たちは先に行って待ってますからね。さっさと来るんだよ。なんでヒースが。あいつら多分マナの剣抜けなかった。だからオイラたちが抜くのを待ってフェアリーをさらったんだ。どうする？きっと罠だぜ。そんな、なぜヒースがあんなことを。きっとあのヘンテコ親父に騙されてるんでち。シャルロットがフェアリーさんとヒースを助けなきゃ。たとえ罠だって行かなければヒースもフェアリーさんも助からないよ。女神さんにもお願いされたでち。さあビーストキングダムへ行こう。